皆様こんにちは大紀元ニュースです中国の教育部は中国の主要大学37校に対し今年の秋学期から中国共産党の指導者である習近平氏の政治理論を学ぶクラスを開設するよう指示しましたすべての学生がこの授業を受けなければなりませんこのクラスは今後5年以内に中国のすべての大学に拡大される予定です この新しい習近平思想のクラスは共産党イデオロギーの授業で大学生を強化する党のこれまでのやり方を踏襲しています。1980年代中国共産党は毛沢東のマルクス主義理論の学習を命じました。2000年代には共産主義の教えを特徴とする思想と道徳の教養授業を実施しました。中国の専門家の中には今回の指示は習氏が 重要な政治会議を控えて権力をさらに強化していることを示すものだと見る人もいます今年9月2ヶ月に一度発行される共産党理論士旧瀬が習近平氏の論文を発表し小中高から大学まで習氏の思想を学生たちに学ばせることの重要性を強調しました同氏はその後習氏の政治思想である習近平新時代の中国の特徴を踏まえた社会主義思想の 入門講座を大学に義務付けるという教育部の新たな決定をしました中国共産党の指導者はみな自分の思想を打ち出し党憲法に祀られますマルクス主義を専門とする学部を持つ北京大学、聖火大学、南海大学その他のトップ大学34校は2020年秋にこの授業を開始しました 南海大学は9月6日の記事で、習近平思想とマルクス主義との関係、習氏の歴史学に関する思想、習氏の中国の発展目標など、習近平思想の授業内容を紹介しました。聖火大学はウェブサイトで、授業は12週間に及び、すべての教材は習氏の演説に基づいていると紹介しました。中国の宗教の自由と人権について報道するオンライン雑誌、ビターウィンターは6月、 中国の高校や大学が習氏の演説を学習するよう学生に要求し始めたと報じました同報告書は中国東部の山東省出身の大学生の話を引用して習近平思想のテストに合格できなければ大学の卒業証書はもらえないその結果党に入ったりいい仕事を見つけたり昇進するのは非常に難しくなると伝えましたアメリカを拠点とする中国問題評論家の唐誠遠氏は 中国共産党は10月26日から29日まで北京で開かれる第5回全体会議で中国の次の5か年計画を策定し次期党指導者の候補者について話し合う予定だが習氏は党幹部の自分への忠誠心を確認しているようだと述べました習近平氏は最高指導者の地位を固めたいと考えているようだと投資は話しました 2017年に開かれた前回の党大会で習氏は後継者の名前を挙げませんでした。2018年3月中国共産党は公式に憲法を改正し、国家元首の任期を2期に制限する規定を撤廃し、習氏が無期限に統治できるようにしました。習氏は後継者を指名する予定はなく、党指導者の地位を維持したいと考えていると、党資は分析しました。 党氏はまた新卒者の失業率が高いことから習氏は学生たちに確実に党の方針に従わせたいと考えていると述べました学生たちが卒業後に就職できなくても抗議しないように習氏は学生たちに自分の哲学を学ばせようとしていると思うと投資は付け加えました習氏は最近権力強化のための動きを見せています9月28日習氏は北京で会議を主催し 中国共産党中央委員会の職務規則を発表しました。中央委員会は党のエリートで構成された組織です。国営新華社通信は、職務規則には、習近平は中央委員会の中核だと明記されており、党は職務規則に従わなければならないと報じました。これらの職務規則を作成することで、習氏は規則が有効である限り、自分が党の指導者であり続けるというメッセージを発信していると、 投資は話しました。